はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ジャズスタイル TV をお届けしていきたいと思います。人気のコーナーなんですけども、もう悩まんでよかよ。人気のコーナー、悩まんでよかよ。博多弁、悩まんでよかよ。まあなんかいろいろ泣かすバージョンとか。分かる人には分かるかな。いろいろですね。やっぱ悩みがあったり、みんなありますよね。あります、私も、ね。ありますよね。はい、山ほど。はい。まあ、ですけども、まあ、悩みがあっても大丈夫だよっていうテーマで、まあ、私、チアーズスタイル TV の、上田愛子と、三隅珠代法律事務所の弁護士のですね、三隅珠代先生とお届けしています。チアーズスタイル TV です。皆さんいかがお過ごしですか？今日はね、はい、まだ秋晴れで、うん、暖かいですね。昨日今日と本当に気持ちいい、うん、ね。あの久しぶりにですね、うん、実はあのスタジオで、うん、あの配信をできるように、はい、なって、そうずっとね、やっぱり、ね、あの感染症のことがあったので、オンラインで、あの先生とずっとつないでやってたんですが、まあ久しぶりにですね、このスタジオらしくないですか？いや、もう本当にびっくり、クリしました。ちょっとね、なんかこう、スタジオらしい感じでですね、はい、あの、お届けしていきたいと思っています。スタジオですよね。もうね、ぜひね、見学に来てほしいぐらい、立派なスタジオ。で、5月に私引っ越したんですけど、すごいな。ここで、本当スタジオとして、うん、で、名前があるんです、ここスタジオ。なんでですか？クローバースタジオ。クローバースタジオで、クロそう、いや、今、していきますけど、向こうはね、グリーンがすごいでしょ。あ、そうですね。そう。あ、それで黒、ね、マガレットサロンっていう。マガレットっていうのがですね、まあ、どういう意味なの？私たちがただ、うん、あの荷物をどこに置くとか、うん、いう時に右とか左とか置くとか、なるほど。それで分かりづらい。一部屋。つながってるだけなんですけど、うん、そのスペースを、あ、じゃあ今日はマーガレットサロンで交流会やろう。あ、なるほどね。とか。でも一部屋が広いですもんね、そうそうそう、ここはっきり言うと。割とね、うん。だから、で、こっち側は、まあ、クローバースタジオで、はい、あの、撮影しましょうとか、はい、今日配信しようとか言って、ね、いいですね。私たちの中の、あの、暗号的に、あの、してるんです。うん、私も暗号入りに入ったわけですね、はいはい、皆さんも。はい。そうなんです。さすがです。そういう、あの、まあ、やりくり上手。そうね、知恵ですよね、うん。ありがとうございます。で、あの、久しぶりにですね、あの先生をあのゲストにお迎えして、またあの、チャーズスタイル TV をお届けしていくんですけども、今日のテーマが、もう SDGs。SDGs、また、テーマが広い、大きい、深い。はい。まあ今、流行りというか、まあ、みんなですね、うんうん。やっぱり、まあ私たち、あの、仕事をしていく上でも、あの日常生活していく上でも自分さえ良ければいいという、まあ、時代とかあったと思うんですが、やはり今のこの地球だったり、まあ、未来の環境だったり、あのいろいろね、うん、考えるとかありますよね。ありますよね。特にやっぱこの気候変動、うん、まあ、今月末から COP26 ですかね、うん、ありますけど、割と大事どころか、うんうん、もうあれでしょう、今のままあの進めば、もうこの気温上昇っていうのは、うんうん、なんと 1.5 度かな、うん、は止められないんでしょ、この二酸化炭素の排出量がこのまま続けば。そうだってね、うん、あの秋っていう期間がすごく短くなって、うん、そう、なんか日本が熱帯化してますよね、うんうん、してますよね。で、雨降ったら激しいですしね、突然。ちょっとアマゾンか、え、アマゾン行ったことないですけど、なんか毎年の災害が今ね、うん、あって、そうね、なんかこう本当におかしいなって思うっていうのは実感が湧きましたよね。だから本当にもう何十年も前から言われてきたことですよね、あのその地球温暖化っていうのは。でもまあその時はあんまり痛みも感じず、うん、そうかなっていう頭でどっかうっすら感じてるとこでしたけど、ちょっと一言でしたね。一言でしたね、うん、だけどこれやっぱ特に九州も災害多いじゃないですか、うん、あの洪水による被害、うん、やっぱこの数年すごいですよね、そのやられっぷりが、うん、ね、いやもう私の出身の人もそうなんですけど、これはやっぱり台風の経路も思いっきり変わりましたし、うん、なんかおかしいですよね、うん、今日はあの飯野さん見てくださっています、ありがとうございます飯野さん、はい、ありがとうございます。
SDGs 気になりますよね。2030年までの国連の目標なんでしょ、うん、はい。たくさん、項目があるので、はい、まあ、一つだけでも、うん、まあ、一つ、二つぐらいはですね、自分の、こう、活動と合ってるものってあると思うので、うん、何かを見つけて、うん、行くべきだなと思うんですが、ね、まあ、このジャズスタイル TV の、うん、もちろん、発端っていうのも、うん、やっぱり女性の孤独をなくすとか、うん、そういう、スタートラインっていうのがあるんですよね。うん、すごいと思いますよ。で、実は、三住先生に、私がやってる NPO 法人、ウィックリングジャパンっていう、女性のがんの患者さんを、支える活動をしているんですが、その理事もしてもらっていて、いやもう、そういう紹介も何もしたことがない。いや、もう入らせてもらってる。やっているんですけども。本当に皆さんがご活躍で。はい、そこの、そこに今入ってくださったとか、こうやって、出演しながら、女性の悩みを、まあ、解決できるような、取り組みされているところに、こう、三住先生の思いとかが、あるんじゃないかっていうので、そういうのを聞きたいという声があってですね。ほ、うん、そう。それで、そっかと思って、いつもそのいろんな質問に答えるっていうのがあるのではなく、三住、うん、先生は、うん、まあ、はい、そのどういう、うん、こう、うん、ことを、そうですね、志とか、思いを聞かせていただければなって思っております。やはりその、まあ、なるほどと思ったのが、やっぱり女性の能力の、SDGs の大事な項目に、やっぱり女性と子供の、やっぱり学習の機会のチャンスっていうのがありますよね。うん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 、それから地位権利の向上ですかね。はい、私はやっぱり SDGs17 項目の中でも、まあ、もちろんその貧困、ね、飢餓をなくそうっていうところから始まっておりますけれども、まあその次に来る、割と上の段階に来るその女性と子どもの権利というか、の確保っていうのは、本当に本当に大事に思ってます。まあ、自分が女性に生まれて、まあ、女性として、まあ、子供、生まれた時から、うん、まあ、学校、それから学校卒業してからは、まあ、受験時代を経て、弁護士になって、勤務、勤めさせていただいたんですけど、その後独立して自分で事務所を経営するようになってから、っていう、社会で、の中で、まあ、自分自身が女性として感じた、やっぱりこう、まあ、生かせる部分と生かされない部分というか、うん、まあ、やっぱりその、うん、もう一つ女性だからというところで、環境が与えられない、うん、そういうものをこう感じてきたのは実際あります、うん、ただ私がやっぱり子供の時からそういうのをあんまり意識したことはなくて、何でもやりたいこと、チャンスは手にできるものだと思ってきたから、本当に振り返っての立場の向上っていうのを思ったのは何だったかというと、小学校の時のね、5年生の時に、児童会の副会長っていうのにね、立候補し、しようと思ったんですよ。で、その当時ね、小学校で女性の副会長、そしてその6年生になったら会長職になるんですけど、女子が一回もなってなかったらしいんですね。で、それで、まあ、落ちたんですよ。まあ、私のキャラクターがもともと問題なんでしょうけど、まあ、しかし落ちて5年生の時に、まあ、そんなもんかと思いましたね。で、まあ、2クラスしかない小学校で、まあ、もう一つのクラスから男性が離婚したんですね。で、6年生になった時に、どうしようかと思ったんですよ。もう一回チャレンジするかどうか。だけど、もう一回できたんですね。選挙はあるんですね。ただ5年生だと副会長にしか役がなくて、6年生だと会長になれるっていうやつで、もう一回選挙は毎年あったんですね。で、その時に、私の頭、まあ12歳ながらですね、やっぱり男性しかダメなんだっていう、そういう思いを、12歳ながらにですね。まあ、そういう結局文化というか、文化を、まだ、まあ男だから女だからっていうのはなかったとはいえ、私たちの、幼少期はですよ。少しずつですよね。それを気づき始めるという意味でしょ？そう。だって、校長先生も男の人しかいなかったですよ。そうですね。私も小6の時に、初めて女性の校長先生になって、正直、自分が子供ながらに驚いたんです。なるほど。校長先生とか教頭先生って。イメージがね。そう、イメージとしてもおじさんっていう、そう、怖いとか、なんか、ね、ほら、気をつけとか、礼とかね、みんな校長先生の話とかってピシって
聞く時に、あの、女性が出てくるっていうのが、あの、やっぱりそれ刷り込みだと思うんですけども、まあ刷り込みでしょうね。それしか知らないんだからね。そうで、私の頃もやっぱ生徒会長男の子だったかな。でしょう、うん、今はね、応援団長とかでも女になってるからね、今はね。そうだね。で、その6年生の時にね、それで担任の先生にね、はい、チャレンジしないのかって言われたのをよく覚えてますよね。で、その時に私が先生に、いや、男性じゃないと無理ですよって言ったんですよ。へぇ、うん。うん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 。うん。ね、今見ると強気の三角珠代さんって感じでしょうけど、まあ、世の中にも順応しやすいキャラクターもありまして。そうね。それで、その時にね、その先生に恩があるなぁ。まあ、いろんな先生に恩があるけど、その先生にね、関係ないよって言われたんですよね。うんうんうん。うん、誰がなってもいいからチャレンジしてって言われて。素敵ですね。その時に、初めてその男性の壁を意識しながら、それを超えていくチャレンジを12歳の時にやりましたね。うん。まあ、その時、会長に、当選したんですけどね。でも、うん、やっぱり、誰か、その一人でも、うん、まあ、特にそれが先生っていう、こう、心強い存在の方が、うん、やれよと、うん、大丈夫だよっていう言葉って、すごい勇気をもらいますよね。うん、本当に本当、もうその先生のおかげですよね。その時に、そうだね、なんて言われてたらもうおしまいですからね。そんなもんだっていう意識が。いや、もうそんなんね、うん、女の子は出しゃばらん方がいいよっていう人だかもしれないじゃないですか。うんうん、でもその出会いですよね。はい。だから、後々私が司法試験を受かった時に、うん、まあ、その先生とはもう本当に毎年のように年賀状のやり取りはもとより、うん、まあ、なんていうかな、実家に来たに、まあ、高校からも帰った時には先生にお会いに行くような間柄だったんですけれども、うん、本当にお世話になった先生で、で、私が司法試験に受かった時には、なると思ったって言われたんです。君は、やっぱり正義感が強かったから、どんないじめっ子も、こう自分がいじめ、ね、逆にその子をかばう結果、自分が周りをから敵に、なんとか回してでも、助ける子だったもんねって言って、そのいじめられてた子の名前まで先生覚えててね。その時は感動しましたね。そのエピソードは至るところで今も話をしてると思うんですけどね。それが私にとってやっぱりその女性と男性っていうのを意識させられた瞬間で、しかしそれをやっぱりチャレンジしようと超えていった瞬間でもあったですね。で、その時から変わらん、で、割と私の父もですね、毎回出てきてますけど、割との男女関係なく伸び伸びと、全てにチャレンジさせてくれましたよね。なので、母もそうなんですけれども、だから、そうですね、割と自分がその女性としてこう、非力さをこう感じてこう悲しむということより、それを先取りしてこうみんなのためになりたいっていう意識の方が、まあ強く今に至ってるっていうのはありますよね。だから偏ってるわけではなくてですね、やっぱりそのバランスの悪いところが十分に存在してるわけですよね。まあ、はっきり言うと。全部重要にやるっていうのは、逆にその弁護士という職業を考えたときには、まあ、和をね、うん、和ちゃんとこう円満にするっていう最後の形は大事ですけども、やはり誰かの弁護をするとか、はい、そうです。ね、ですよね、うん。そういうところは。意見を言っていかないと、最後輪にならないんですよね。うん、うんうん、ですよね。はい、うんうん。意見が食い違ってるのに、最初から輪になれっていうのが強制なんですよ。うん、そうね。本当に意見も聞かずに、従って輪を作ることが大事だって言って、無理やり意見も聞かずに、ある人の意見で輪を作らせるっていうのが、これがパワハラセクハラ、パワハラか、やっぱりハラスメントで、やっぱりそうではなくて、やっぱり意見をちゃんと聞く場があって、その中でよりベターな結論で輪に至るっていうのが一番力になる、ね、チームが一丸となれる。なんかこう、なんていうんですか、納得がいかないで、黙らせられて、うん、輪になるわけじゃないです。輪になったように見せかける。そうそうそう、うん、だけど足引っ張りますよね、うん。絶対力にはならないですよね。そうそう。だからやっぱりそこの、なんかずっとくすぶるものっていうのは、うん、残りますよね。残ると思います。悔いがね。悔いが残るっていうことは、それは前向きにならないから、ね、チームとしては活力にならない。それは家族をとっても、うん、学校単位をとっても、いろんなチームっていう枠組み考えられますけど、うん、やっぱり誰かが納得してない状態っていうのは、決して輪にはなれないと思います。
ますね。うん、そうですね、はい。だから、きちんとそこで、うん、話し合いをするとか、うん、まあ、その話し合いのやり方だったり、うん、その、和にするためのっていう目的を、うんうん、そうです、そうです。していくのが大事ですよね。大事ですよね。うん、そう、喧嘩別れしたくて言い合ってるんじゃなくて、うん、よりベターな答えでみんながそうだよね、そうだよね、そうやっぱそうかってなって、じゃそれをやってみようっていうふうに、こうなるのが一番チームが一丸となる。そうですね。だから目的が、やっぱりすごく大事で。そうなんですよ。ね、だから、そうです。だからおっしゃる通りで、だから女性のことを、応援しているのは男性が幸せになるためですよね。だって男性が和を作りたいと思った時にそこに女性も参加メンバーでいた時にその女性の気持ちを把握してなければ和にはなりませんでしょう。そうですね。いやなんかほら前女性が入ると話が長いとかあったじゃないですか、うん、でも男性も長い人いますもんね。そうでもねあれってですね、あの他の人といろいろ話して気づいたんですけど結局みんな根回しとかがあってて、もう暗黙の了解で何も言うなというふうに今までのこう、割と偉い人たちの会議って進んでいて、うん、もう、はい、だからもう出来レースですよね。出来レース。でも、そこに女性の、まあ、純粋な本当に疑問とか、え、それってどうしてそんなになったんですかとか、いう素直な意見が行くと、その一回一回立ち止まるじゃないですか、うん。で、それは本当は建設的な会議なんだけども、うん、今までの通例がおかしいんじゃないかなって思ったり、うん、だから空気を読まないんじゃなくて、うん、それが素の人間同士のコミュニケーションで、うん、それがなんか一旦いちいち話を止まるとか、うん、質問が多いとか、その、なんかね、その、くどいとか、うん、で言う方が本来の話し合いなのかもしれないなと思ったんですよね。うん、あの、まあ、そのタイプとかで言ってしまうとよく聞く話が女性は、うん、まあ、感情的、感性の生き物なので、やっぱり感情が先に立って、まあ、結論が先に来る。男性は結論が先にあってその理由を言う。うん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 、女性は理由を先にずーっと言って最後にやっと結論を言うっていうのは、うんうんうん、まあ、ある、うんうん、まあ、タイプとしてはありますね。性質としてね。ただですね、放っておけないのが、その女性の最後に出てくる意見っていうのは、これが、もう放っておけないっていうか、もったいない、もう一番美味しいところっていうか、うん、キラキラしてる。そうなんですよ、うん。そこをね、知った男性っていうのは強いと思います。うん、だから話が聞ける人は、うん、うん、やっぱり、うん、女性の、やっぱり心を、あの、掌握できて、やっぱりいいチームを作り上げられると思いますね。うん、で、やっぱりその、そういうものなんですよ。いろいろ言いたいんですよ。だけど、最後にやっぱ結論は言って、それが男性が気づかないアイデア結構持ってるんですよ。うん、で、そこまで聞いてあげると、はって全員が、そんな意見持ってたんかいっていう。いいねとかね。うん。ああ、なるほどね。うんね、うん。ただそこまでが論理的じゃないんですよ。そうね、そうね。ちょっとくねくねしたりしますもんね。うん、そこはね。うん、でタイプの話をしてるんですよ。その例外的な女性も例外的な男性も当然いるっていうのは、でもよく言われる話ですよね。うん、で、男性は、まあ、論理明快、起承転結で話すということですよね。うん、でよくね、うん、ありますもんね。ただ、女性の、じゃ逆に言うと女性、笑う角というか来たるって言うけど、はい、その女性の明るさとパワー、うん、家族のエネルギーなり、会社としては、やっぱ見え、そういうのはね、力になると思いますよね。うん、だからやっぱりこう女性はこう、うん、家庭でも、あ、どうぞどうぞ。うん、はい、家庭でも、コーヒーいただきます。まあ、職場でも、社会でも、うん、女性はこう太陽だというように言われることもあるように、うんうん、やっぱりこう、男性女性っていうのを区別とかじゃなくって、やっぱりそれぞれの魅力の発揮の仕方ってあると思うんですよね。だから男性でももちろん太陽みたいな人いると思うんですよ。いると思う。思いますけど ね、男性も。そう。で、みんなこう明るく。まあ、それが本当はね、いいと思うんだけども、はい、でもやっぱり家族の中でも、そのお母さんがこう暗くなると子供も暗くなったり、そのみんなが気分が落ち込んだりする部分って言うと、結構やっぱ影響力があると思うんですね。あると思いますよね。だからやっぱりその、で、世の中に男性と女性がいる限り、やっぱりそのなおざりにできないと思うんですね。チームっていうからにはですね、はい、国力も含めてですね、はい、大きく捉えると、うん。
やっぱりその女性と子どものやっぱり立場の位置っていうかチャンスの確保っていうのはわざわざまだ作らないとまだ実態は平等にはなってないと思います。そうだから、だからやらなきゃいけない。ね、そういうこう、平等なスキームはあるけども、うんうんうん、まだそれを選択していいのか迷っている人が多数で、うんうんうん、そう。そういう先生のその、ね、学校の頃みたいに、うん、いや、やれよって、うん、やっていいんだからって言われ、うん、言う人も必要、うん、まだ、うん、今。そうなんですよ。うん。うん、そういうこと、そういうこと、うん、何でも過渡期ってそうなんですけど、うん、やっぱり流れ変えるときには、それを後押しする力がいるんですよね。わざわざやらなければいけない。うん、それが当たり前になれば、うん、もうわざわざ言わなくても、それが次に行ってるんで、次のクリエイティブな話に移ってると思うんですね。うん、だから、まだまだです、うん。まだまだと言いたい、ね。だからね、やっぱりその、まあ、SDGs の中での、そう。まあ、教育格差とか、そうです、そうです。貧困とか、うん、やっぱり職業のことだったり、うん、ね、そういう、こう、人のマンパワーの能力を生かすっていうところは、まあ、女性もどんどん活躍して、社会に進出していくことが、うん、子供の、こう、明るい未来にもつながると思うんですよね。うん。まあ、はっきり言って、うち、商売やってるんで、両親共働きなので、はい、なんていうんですかね、それが、まあ、私がこの世に生まれてきて見た人、一番の、うんうん。普通っていうか、スタンダード、ね。スタンダードなので、うんうんうん、それがスタンダードじゃないことが気になります。うん。うんうん、そうね。まあ、今からは、本当にみんなが一人一人の能力を、やっぱり生かせる、こう、土壌が今できてるので、その、在宅ワークができたりもありますし、その、私は本当女性の感性っていうのをどんどん社会に発信したら、うん、ね、もっと良くなるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん。だってなんでかっていうと、やっぱり物が溢れてきたもう今の時代に、うん、やっぱりその見た目とか、はい、その発信されるその コメントとか、うん、やっぱりそのより美しいものやより楽しいものに洗練されていってるじゃないですか、はいはい、映像とかで見てる、うんうん、それにはやっぱり女性の感性っていうのがやっぱりものすごく影響する。そこは 理性ではなかなかこういますね、うん、人に与えるインパクトとか、はい、美しさとか、うん、ですよね、うん、だからやっぱり女性は割とその自分を守るというよりも、うん、まあ、子供を守るとか、そうそう、地域を守るとか、人を守るために生きて、ね、結構そんな感じですよね、はい、だからその意見を言う時も、うん、自分 の, その例えば出世のためにとか、うん、損得であんまり動くというよりも、うん、いや正しいこと、うんうん、世の中にとって正義とかを、うん、の意見っていうのをやっぱりみんな持ってると思うんですよ。だからおかしいなってやっぱ思うそのアンテナっていうのは女性は結構持ってると思うんですね。命をまあ守るとか、うん、そのね、体の作りと関係あるのかわからないですけど、なんかその男性と女性っていうふうにこう二つに分けるのもちょっとおかしいと思うんですけども、まあ、うん、性質上ですね、うん、考えると、うん、まあなんか女性らしさって言われる前から感性とかそういうこう生物学的に違う部分ってあるから、何かね、そういうところが、でも逆に言うとそれが弱点だったりするわけですよね。うん、そうですね。そう。でも裏表だからね。そうそうそう。だから長所と裏返せば弱点だったりするし、弱点を裏返せば長所、表裏だからね、うん、あんまり気にしないで、長所をやっぱり最大限に生きた人生を送った人がいいよね。うん、そうそう。いや、うん、本当思いますよね。だから、うん、ほんとね、こういうことを言わなければいけないこと自体もやっぱりそういうことまだね、うん、遅れてるって感じですけどね、うん、ただ女性も努力しなければいけないのはやっぱりそのやっぱりこう理解してもらう努力っていうのは努力しなければいけない、はい、つまり伝え方、伝え方ですよね。そう、感情的にアプローチ、うん、感情的に言うとかじゃなくてちゃんと理由と、うん、そうです、結論と、ね、結論とどうしたいのかっていうことを分かりやすく言葉で伝えるっていう力ですね、はい、そうですね、うん、そうすると会社社会で話を聞いてくれる人が増え、男性に増えてきますので言いたいことがと分かってもらいやすいかなっていうのはありますね、うん、そうね、うん、だけど本当にそうですね、まあ逆に言うともう一つ危惧しているのは女性なのに女性の感性を失いつつあるっていうか、植物的に生きてるように育てられてしまってる女性も今、いろんな、やっぱ、離婚案件を抱えてまして、なんか20年前の離婚
の理由と、ちょっとやっぱり大きくは変わらないのですが、やっぱり女性のやっぱり不倫とか、うんうんうん、女性がやっぱり子供さんをないがしろにしてこう自分のしたいことをし続けているとか、うんうん、実際はそういうことも増えているのも増えているんですよ。でそれっていうのはやっぱり育った環境だと思うんですね。だから、そこが悩ましいとこじゃないでしょうか。だから逆に言うと私もあれなんですよ、弁護士としてはその意外に男性の依頼者も多いわけです。つまりやっぱりその本来あるべき長所が生かされてない部分も逆に出てきてまして、逆に言うと本来ない長所、男性側が母性を発揮しまくってですね、男性側が子供が欲しいと、子育てたいという依頼はですね、未だかせないほど増えてるような気がします。なんかその親権の話ってちょっと今日のテーマと違うかもしれないんですけども、まあでもね、そのどっちかしか取れないんですか。それがね、本当にあの昨日もう前いろんな依頼者といつもこの親権を争う、調停の間相手方がこう調停員さんにお話してる時っていうのを待機してるんですね。片方は待機待合室でね、でその時こういろんな会話依頼者の方とさせていただくじゃないですか。でその時に共同親権ってダメなんですかって言うんですよね。本当に思うんですけど、日本はそれが遅れてるんですよ。やっぱり子供のもう遅れてる。あの調停員っていうのは、その、まあ、A 対 B だったら、A も B も、その、同じ調停員なんですか？そうですよ。じゃないと、その人を起点に、こっちはこう言ってる、あっちはこう言ってるって聞いてもらって、話をうまくこう、真ん中に立つ人ってこと。そう、うんうん。キャッチボールの起点に立つ人なんで、同じ人じゃないと。同じ人がいて、A の人と、話した後に、B が聞いて話して、で、今度 B の話はこうなって、今 A さんが言ったことに対しては B さんこう言ってますよって聞いて、さらにどうなんですかとまた A が入って A が話すっていうのをやり取りしていきながら、解決策ってあるのかなっていうのを模索していくのが調停なんですね。いや、なんかその真剣の話は、やっぱりね、よくやっぱ聞くので、そこのね、共同っていうことができないのかなとはやっぱ思いますよね。一つはですね、やっぱりその、もう一つ、私たち日本人がですね、やっぱり子供を自分の所有のようにこう感じる性質って昔から、っていうか家族っていうのがやっぱり、やっぱ明治時代の戸籍って長男の二代で、次男が結婚して、その子供ができても長男の戸籍にずっと入り続けてるんですね。知らないでしょ？私弁護士になって。知ったんですけど、その時代の戸籍から遡るやつがあってね。もう代々のまんまなんですよ、土地の名義が。へえ。で、そうするとそこまで子孫が誰かって探さなきゃいけないじゃないですか。うん、で、それで、そういうのなんですよ。だから、愛子さん、日本は家制度が強いって言われて、国会でも例えばね、夫婦別姓が、どうして認められないか、それは、未だにその認めない仕組み、女性でさえそれをおっしゃる方がいらっしゃるでしょ。で、まあ、意見はいろいろあっていいんですけれども、その背景っていうのが何かっていうと、もう、家ってすごいんですよ。長男の、もう、だから、家長制度なんです。だから、戸籍がそれしかないんです。だから、次男が結婚しても、次男の嫁もその戸籍に入って、今は結婚したらその、家の夫婦が起点になった戸籍でしょ、まあ、旦那さんが戸主になったりして、はいはい、だけどそういう背景があるんです、日本は、はい、だからもう嫁の自分の兄弟の嫁も自分の家族っていうのが強くてですね、長男 の, そのプレッシャーは半端ないですよね、まあ、けど権限もあるんです、そうね、はい、プレッシャーっていうより権限の方が強かった、でだから、長男文化ってすごいですよ、日本の。だから、だからそういうのだったので、どうしても家、どうしても未だに子供はうちがもらいますとかいう発想が あるのはなんでかなと思うと、やっぱり日本の代々の思考が残ってるとしか説明がつかないんですよ、と思いませんか？そうですね。だって、そうね。ねえ、つくづく、成熟しないといけないです。いくら法律作って、まあ法律がそれのサポートになりながら、行ったり来たりとか、形が先に行って、まあ実態が伴って、実態が先に行って、また法律ができてっていうふうにこう、なっていくんですけども、やっぱり、その、
やっぱ夫婦って、まあ円満じゃないから離婚しますよね。うん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 、だけど子供はどっちに行ってもいいよっていうふうにお互いが、そこに関する信頼だけは、人権というか、ね、はい、持ってないですね。まだ。やっぱり親が、まあ、の所有物の、はい、合わせたくない、な、うん、影響を受けさせたくない、向こうのだ、例えば旦那、旦那だったら旦那さん、どっちもあるんですよね。例えば女性側だったら旦那さんのこういうのが嫌で離婚と、そういう影響を受けさせたくないとか、うん、はいはい、そうですね。あの、旦那さん方だったら女性がこういうとね、女性の影響、こういうのを受けさせたくないとか、うん、そういうのがやっぱ多くて。だから、まあ、それが結局子供の幸せを考えたときに、うん、はいはい、その、の判断だったらいいんですよ。自分の好き嫌いとか、恨み、つらみとかが入ってくると、多分ちょっと歪んでくると思うんですよね。で、私も本当にこう、まあ、弁護士本当に20年になってきて、うん、少しやっぱりこう、そういう努力っていうか、主張していく努力っていうか、もうしなければいけないのかなっていうふうに、こう、裁判所だけじゃなくて、こういう発信する、うん、チャンスが、とか、うっすら思ってたら今日 SDGs。しかも SDGs17 項目の中で愛子さんが何選ぶんだろうって分からずに今日来てですね。そうなんです。なるほど、女性のね、まさにその通りよね。はい、まあ、チアーズなんて本当にすごい活動だと本当に思って入れて光栄な、本当に光栄なんですね。私の人生において光栄なことで、本当にありがたいだけなんです。自分だけが。先生、あれですよね、弁護士になって、20年丸々。なったんです。おめでとうございます。今月、ほら、本当は今月ででしょ ?20 年を迎えましたでしょ、うん、21周年に。そうなんです。21年目になるんでしょ、うん、もう入ったんですね。ねえ、うん。すごいですね。アニバーサリー。いや、ほんとすごいっていうかね、ほんとよくやってる。今までのこう、積み重ね、うん、がね、一歩一歩のですね。うん、やっぱたった一人が喜んでくれたらそれでいいっていう言葉を頼りに生きてきて、毎回いろんな悩みとかいろいろ思い通りにならないことやご迷惑をおかけしたりハラハラ依頼者にさせたり、まあ、時には口論になったり、もう今いっぱいあって、人間臭く申し訳ない限りだったり、まあ、喜んでもらったり、うんうんうん、ね、まあ、昨日はね、1年半やった調停で、最後スッと解決してですね、その依頼者のお父様からわざわざお電話いただきまして、まあ、それはもう本当に嬉しい、ね、ありがたい、ありがたい時間。心がね、良、はい、かったですね、はい。途中どうなるかなっていう展開があったんですけど、まあ私ができることはですね、諦めないっていうことだけは得意で。まあ、応援してね、し続けてですね、はい、信じ続けて。で、私自身も読めないところもあって、裁判が全てが読めてるわけではないので、読みがもう一つ深く、もう一つなくて、まあちょっと最初言ってた路線と違うじゃないかということもあるんです、実際。で、まあ、それで違うんじゃないかっていうふうに、こう、やっぱり依頼者の方に不信感を持たれたりっていうことは、まあ20年経った今でもあります。で、ただ、やっぱりそこで私の一人、やっぱりその、うん、やっぱり最後までわからない勝負って、うん、だから、まあ、信じていただく努力をして、うん、そしてやっぱり全力でそのさらに何倍も全力で戦い続けるっていうことをこう、うんうん、やり続けて、まあ、20年経ちました、ね、素晴らしい。いやいやいや、いやでもやっぱ一つのそういうこう信念をやっぱり持って、はい、そのね誰かをまあの支えて喜んでもらう。で、まあ、その自分の弁護士というもののこう正義感を持って相手に寄り添っていくっていうことをまあ決められて、それで、ね、それはまあ、その小学校の時からそういうなんか、正義感は、ね、あったと。そういう種はもう。めちゃめちゃあったと。要は振り返ってみればね。だけど、みんなそれぞれやっぱり役割があって、その手段とか方法とか、その自分の得意分野を生かして何か世の中にですね、貢献してるはずなんですよね。うん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 、すごい、でもね、20年ってね、うん、一口でね、一言で言ったってですね、いろいろあったと思いますので。うんね、いや、だから最近思っ、ふと思ったのがね、その、親権どうにか、やっぱり共同親権という形になれば、その形が信頼関係を作ってくる可能性あるんですね。うんうん、つまり離婚しても共同親権あって、お互い行き来、うん、子供行き来していいしっていうし、はい、そうすると奪う奪わないっていう感性、感覚から抜けていくと思うんですよ。もちろんね、
あの拠点はどっちかになると思います、はい、学校とかあるので、はい、そう毎日こっちに泊まって勉強してこいのは大変なので、うん、ただその例えば休みはもう自由にとか選べて、うん、どっちとも予定作れてっていう環境が早く作れないものかなっていうのはもう本当に昨日も依頼者の方とお話したとこでした、うんうんうん、あそうですか、うん、なんかやっぱり時代とともに、うん、やはりその男性女性がその仕事を持って働いて、うんうんっていうところでの、そうですね。あの、前提が変わってきてますからね、うんはい。昔と比べてですね。だから弁護士として実感するのは、うん、その共同親権っていうものに、を先に先行させてしまえば、ただどっちかに住むっていう監護権って言って、実際どっちにかん育てるかっていうのは監護権と親権って違う。親権っていうのは財産管理と、あるいは、あの法的な、例えば学校入学するその契約書にサインするのが親権者とかね。うんうんはいうんうん看護っていうのは実際見る人。はい、生活をですね。生活を。で、その、だから共同親権になったとしても、どっちかにはそのベースは決まるんですけども、しかし共同親権があるってことで、争いが多く減る可能性は否定できないなっていうのは実感してますね。なるほどですね。まあ、どうなるかって法律が変わらないといけないですけど、割と国連から言われてるんじゃないですかね。かなり指摘されてますよね。ハーグ条約の子供権利条約に対する、その、日本の遅れすぎ状態がかなり。そうなんだ。はい。なんかその、親権のこともそうだけども、やっぱ環境のことだったり、そういう社会進出のことだったり、なんかあらゆるところで、まあ、今回の、あのデジタル化もそうですけど、日本の、思いがけず、そうですね、私たちとしてはこう先進国で、そうですね、いうのが、ええあのまあ、コロナのワクチンもそうですけども、そうですね、なんか、あれって。そう、遅れてるじゃんっていうこと、ね。まず IT からですよね、壁は去年の4月に壁に行き詰まったのは IT だったですよね。でもなんか、このまま、もうちょっと、その、日本のやっぱりその、今の仕組みが、どうしてもいろいろ足かせになってるっていうことが今こう分かってきて、そう国民も、うん、そうね。だからって私たちがその、ね、国の制度を変えるっていうことはしないけども、うん、でも選挙があるね。そう選挙はもちろんね。だから行かないといけないと思うし、でもまあ選挙に行ったからっていきなりその次の日から変わりますいうのはやっぱないから、その数年かかったりすると思うんですね。だけどやっぱり何かを働きかけていかないと発信し続ける。そう、この私たちのね、問題、気づいてしまったから。そうなんですよ。で、やっぱりもう一つ気づいたのが、あれじゃないですか、日本って所得が上がってないことに国民が全員気づいた。そうなの。うん。これ大きいね。結局、なんだかんだでニューヨークとアメリカとかも、やっぱり物価高騰する代わりに所得も上がってるんですね。残念ながら日本は所得がもう何十年前と変わらず、しかし物価だけは上がってるっていう。そう、でも物価は上がってるんですけど、うんうん、結局今、こう、あの、まあ100円ショップとか、そうね。安いものがいっぱいあるから、うん、ある意味のデフレみたいになってるんですよね。そうなんですよね。うん、だから、まあそうなると、もちろん賃金は上がらないですよね。と、うんうん、いうことは永遠にそのスパイラルが、ずっとデフレスパイラルが動いていくっていうことです、うん。だからね、なんかその、便利なんだけども、うんで豊かかとか、ね、さらに才能を生かすためのお金はあるのかとか、あるいは宇宙開発や、やっぱりいろんな文化芸術、スポーツ。要するにやっぱり人間が食べ物を食べる、ただ物を食べるだけではなくて、やっぱり豊かになる、教養文化を広げていく、やっぱレベルを上げていく。芸術とかですね。はい、感性をね、うん。やっぱスポーツも絶対大事。もうだって、やっぱり感動したもん、オリンピック選手に。めちゃくちゃ感動しました。やっぱスポーツの力ってやっぱり、そうやって、それを乗り越えてきた人たちの姿を目の当たりにした、やっぱり応援っていうか、人に与える活力っていうのは、やっぱり半端なものはないなっていうのは、正直やっぱり思ってますね。まあ、今回はパラリンピックが結構注目されたので、そうですね、今まで私たちが知らなかった競技があったり、うん、いろんなね、困難を乗り越えた。そう、そう、しかもクラスがすごく細かく、その、機能の、どこが動かないかとかいうところによって、そのクラスが細かく分かられてるっていうのも、はい、勉強になりまして。すごくその、なんていうのかな、私たち普通に、はい、あの生きてるだけでも、うん、あの、本当に幸せなことだし、だからこそ、やっぱ何か、あの誰かの役に立つことをやるべきなのかなっていうのは、うん、まあ常々私は思うんですよね。で、私が今の愛子さんの言葉をお借りして言うならば、実は今生きてるだけで幸せってはなくなってるんだなと思ったんですよ。逆に言うと、
そういうふうに目標を見つけて、やっぱりその餓死に昇誕されてる人の方が幸せで、なるほど、そうね、うん、もうね、そのなんか肉体のどこがあるなしでは、本当の幸せっていうのは逆転してるんじゃないかっていうのを、実は私はパラリンピックとオリンピックで、心の幸せがね、豊かさがですね、だって人間ってただ食べればいい、うん、生きてはいけるからねっていうのだと、うん、すさみませんか、心が。やっぱ人間っていうのの、その動物的な、はい、あの部分でいくと、やはりそういう感謝の気持ちだったり、こう芸術的なことだったり、おもてなしだったり、その人とのコミュニケーションとか、あとは目標に対して努力をして、それを達成するっていうところの挫折だったり、その乗り越えた時の達成感だったりっていうところは、まあ、みんな平凡に、してると、そういう喜びも苦しみも味わわないですよね。そうです。だから本当にやっぱりその、うん、未来に希望を持って、そのただ今の挫折感を見るのではなく、そのそれぞれに希望を持って、やっぱりそれにチャレンジし続けるっていう後押しがある環境にいる人は幸せで、うんうん、もうこの世の中ダメだよね、だから頑張っても頑張らなくても一緒だよね、うん、という諦める人の中にいる人は楽しくはない、楽しくないと。だってただやらされてるとかね、そうそう、生きてる。でもですね、やっぱり私いつでも人間というか成長、そう、進化ですね、そう、進歩向上っていうのは何かっていうと、やっぱりその昨日の自分を超えていくことだと思うんです。そうですね、その 0.1% でもいいと思う。そうなんですよ、ね、うん、そのちょっとの、うん、何かできなかったことができるようになるとか、その昨日よりもこういう成長があるっていうのが、あの肉体はやっぱり老化はしていくわけですよね。でもやっぱりその精神上とか、うん、まあ、人としてやっぱ生きていく上での、それを成長を目指していくっていう気持ちが大事だと思う、ね。いや、絶対それがなかったら日本の成長ってないですよね。うん、国が働いてるわけでもないしね。この国土が、土が仕事してるわけです。そう、いや資源もやっぱり少ないので、うん、なおさらそうなんですよね、うん、黙ってて何かが湧き出るとかじゃないから、だから一生懸命知恵絞るしかないですよね、うん、日本人は。そう、でも知恵絞るなら体も動かさないと知恵授からないんでね。そう、でもちろん一人でできることなんか限られてるので、うん、だからチームがいいんだよ。そう、人とそのつながって、そのアイデアをお互いやっていくっていう時に、やっぱりコミュニケーションを持ってチームでやると、うんうん、そしたらやっぱり何かしらも、ね、摩擦もあるんですよ。うん、それは人間ですからね。でも、その摩擦も、うん、その自分の熱に変えていかないと、うん、学びに変えたらいいですよね。うんうんうん、そういうのは、心の、広さを持たないと。だっていいもの取り入れられないじゃないですか。うん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 、だって人っていいものも持ってるけど、良くないものも持っていますよ、うん。私もそうなんですよ。でも、いいものは持ってるのに、悪いとこだけ見て、毛嫌いしてたら、うん、その人のいいものは盗めないじゃない。でも人間ってやっぱり自分の能力って万能じゃ全くないから、うん、いろんな人の知恵足して足して足し算で行った方が、人生が自分がやってる仕事、まあ、身近な関係からすると子育てにしても、うん、例えば夫婦の関係にしても、それから会社での例えば営業マンだったら売り上げにしても、あるいは主任とかマネージャーだったら人の管理にしても、あるいは経理だったら財務管理経理のにしても、やっぱりそういうふうに、こう、いろんないいものを、うん、その、一見嫌だと思う人でさ、いいものを持ってるものは盗もうとする人は、常に新しいアイデアが出て、良い環境や、を作ることができるし、うん、人を幸せにすることができますよね、うん。それは大事だと思うんです。それは私もずっと心がけてるんです。うん、そう。その心がけ続けるっていう、やっぱり人間なので、もう波もありますよね。そうですね。休む時も必要だし、はい、だけど常にやっぱり目標を持ってやるっていう、こう気持ちのもうね、部分ってすっごい大事ですよね。うん、まさに心がける、かける、うん、そうね、かけていかないと、うん、志も心が指すで、志も立てていかないと、うん、っていうのはありますよね。うん、だから本当にまあ、三人集まれば文殊の知恵とか、うん、本当にいい言葉で。本当ですよね。うん、私もそういう意味では、こうやって、例えば愛子さんとか、うん、まあ、ディレクターの目の前にいらっしゃる丸さんとか、
やっぱり文殊の知恵いただいてますよね。うん、で、あの、一つ一つの事件にすれば、依頼者。はい。文殊の知恵なんですよね。依頼者と依頼者の家族とか、友達とかやってくるじゃないですか、事務所に。応援団が。はい。うん、で、作戦会議。軍略会議。戦国時代で言えば、軍略会議で、なんか持ってるみたいな、あの、うん、お相撲さんのあの、評議みたいな。三種の神器を持ってみんなが集まる。そう。うん。どこの一手を使うかっていうのは、ありますね。だからそこはやっぱり一人で、あの、考えるよりも、当然ね、その。一人よりは絶対二人に、三人より、三人よりより。そういうところで、でもその、目的とか目標っていうのが、みんな共有して、で、それに向かってみんなで、そう。きちんとこう建設的に、あの、ね、輪を持ってコミュニケーションを取っていくっていうところはですね。強いよね。だから愛子さんのところも強いし、まあ本当に私もね、自分の事務所には誰もいませんけど、いろんな周りのブレーンがすごく、いや、だからですね、外注がすごく、外注って外注。外注いや契約の仕方がですね、あの雇用ではないという意味だけで、いろいろ今コラボレーションっていうのが、あの、できる時代なので、まあ、あの、お互いの。そうです。その方が自由かなっていうのは、まあ、そういうやり方はいろいろですけども、要するに一人でやってるわけではないって言いたくて、やっぱりあの、会社法とか教えてて思うんですけど、もともと会社って何だったかって皆さん思い出してほしいんですけど、一人では大きなものが動かせないから、そのお金を集めるために会社ってあるんですよね。資本を集めるために株式を発行するわけですよね。その大きな資本で大きなことができるわけじゃないですか。で、一人組織っていらないですよ。いらないですよね。そう。だからやっぱ人物金っていうのが、ね、やっぱその中にまあ情報とかも入りますけども、やっぱりいるね、マンパワーもいるし、やっぱその人の可能性の無限大な可能性っていうところをどうみんながね、あの、1たす1をこう10とかにしていくかっていうところは、こう知恵の使いどころでもあります。ありますよね。本当にこう、そういう意味、だからやっぱりよく、ウィークリング、本当に愛子さんにこの活動を始めたって聞いた時すごいなと思ったし、それを続けて、やっぱり何でもそうじゃないですか。始めるのはね、割と誰でもできるんですね。で、途中当然順風満帆にいかないことだらけなんですよね。で、そこで諦めないから次があるんですよね。それで今も、そのさらに進化し続けてるっていうことが、もうはっきり言ってすごい、私もなんとか一人の人間として女性としても尊敬してますね、心から。そのすごい下なのにすげえじゃんっていう昔、はい、本当にいやでもですね、私は教えられることの方が多いんですよ。もう私も本当にこの活動をやりたいで、あの、何か、私もぼんやり何かやりたいから始まったんです。そしたらやっぱりそのね、がんの世界の、あの、がん患者さんのカリスマがいると。そんなのがいるんだ、みたいな。そう、私もやっぱり全然、知らない世界もね、接することがない、その中で、そして、その、あの、カリスマが今日、後でね、いらっしゃいますけど、ね、はい。あの、新しい、カロンが新しくなったので、ね、まあ、何とかなんで来ますけど、その、M さんですかね。カリスマがいて、カリスマの周りにも、やっぱりたくさん、その方に勇気をもらってる方がいるって、まあ、どこもコミュニティって一緒なんだなっては思ったんですね。確かに、テーマは変えてもですね。そう、一緒で、でもやっぱりいろいろな悩みを、みんなその一人では心細いから、やっぱり一緒に、あの、ね、つながろうっていうことが、心の安定だったり、あの、強くなれるっていう世界を、まあ、近くにいさせてもらって、で、その中で、そのやっぱそこから出てきたアイデアが、ウィッグのリユースっていうのだったんですね。なるほど。だって、私だって、ウィッグ使うってこともよくわからないことから始まったんですよ。そうですね。そう。なんか、見たこともない、正直ね。ね。っていうとこから始まって、で、まあ、こんなもんよって言われて、いや、でも高いし、そんなのできるのかなって思うところから始まったんです。でも、やってみないと分かんない。何でも。まあ、やってみてできなかったら、その時にまた考えればいいわけで、できない理由を机に座って話し合っても、そうなんですよ。みんな比べるだけなんですよね。命の無駄遣いですね。だから、できることをちっちゃくでも、まず何かやろうよと。
で、やってみようっていうのが、まあ、まさかのですよね。あ、こんなにニーズがあったんだ、というところから始まって、まあ、それこそ誰かが、そこで、ね、喜んだり、安心したり、してくれれば、ウィッグを、提供してくれる方にとってもいいし、その、ね、リユースウィッグを使う方にしても、この心の交流っていうのが、ウィッグを通じてできれば、ね、いいなって、まあ理想論ですよ。だけど、やっぱりその、経済的なことだったり、その、具体的な、ね、マネジメントとか、たくさんその課題はやっぱり、ね、あったからですね、つどつど。と思います。うん、つどつどね。と思いますよ。うん、でも本当に。だって誰もやってないことやる、うん。そうそうそう。ね。なおさらですね。だけどね、まあ、そこからいろんな、本当に人から、私も支えていただいて、うん、助けていただいて、もう未だにそうですけども、うん、もう多くのね、方の、いや、すごいと思う。支えがあって、うん、今があるので、まあ、その、本当に三角先生との出会いももちろんそうですし、うんうん、もういろんな、ね、方々と、まあ、その、私も恩を恩返し、恩送りっていうところを、まあ、何かできればね、もっとね、広がるかなっていうのはあるんですよね。そういった意味では私もこのチアーズスタイルに、うん、はい、まあ、本当にコツコツと出させていただいて、うん、今月はね、すみませんね。忙しい中ね。いやいやいや、もういろいろありまして、忙しい。やっぱ20周年なんで。ありまして、はい、本当に。一回になってしまいまして、また予定外のね、愛子さん調整。いやいやいや、もうね、この皆さんあれなんですよ。私がなかなか日程調整の返答がないと。いや、ね、元気ですかー。なんかお手伝い、すごい謙虚、5倍ぐらい聞いたまで来るんですよ。なんかお手伝い差し上げることで。なんかね、本当にほら、書類の山の中にこうやって埋もってる。倒れてる。だからね、母に、だからね、掃除でもね。母の愛を感じてね、年下に、うん、もうね、前からそうなんですけど、私がピンチの時にね、もうね、ほんと恥ずかしながら私、そういうの、いや、なんかやっぱね、気が利かないからあって。ね、だからその書類とかも、いや、これからも心配していただきたいと思います。守秘義務とかがあるから、あんまりこう、そんなの、こう、差し出がましいんですけど、ただ、なんかこう、うん、できること、うん、これをファックスする。身の回りの、なんか、すごい。ってないんだろうなと思って、うんともするとも、その、おかしいなと思って、まさか倒れてないよね、とか思ったり。いろいろね、うん、そう、老婆しになる、うんうん。これからもね、同じように心配してもらいたい。そう。あれと思って。いや、忙しかったんです。本当に忙しかったし、まあ、未だかつてちょっと経験してないような案件が何個か重なって、ちょっとやっぱり疲労困憊しましたね。まあ、それでまた自分が、はい、レベルアップして、なんとかまた依頼者と、はい、交渉しま、次のステップの知恵出しながら、うんうん、進めてますので。初めてのことはね、はい、やっぱり緊張もするし。いや、思い通りにいかないことが重なりまして。そうでしょうね。やっぱ自転車も補助輪を外して乗ったらみんな必ずこけますから、うん、ね、でも痛いけどもう一度、ね、やってみるっていうことをしていけばですね。うん、でもありがたいなと思ってね、うん、その何が痛かったかって、そのメッセージがありがたかったなと思う。だから、ぜひね、皆さん、ウィッグリングにね、参画、どんな参画、ね、なんかあるんですかね、皆さんがこう、まあ、いろんなセミナーとかいろいろあったり、うん、ね。はい、セミナーもあるし、うん、アカデミーっていうのも。仲間になっていただいてね、うん、やっぱりこう。困ってる人が一人でも笑顔に、ね、うん、増えるように。うん、と思いますね。ね、本当。うん、まあ一言で言うと元気になりますね。はっきり言うとこう、はい、チームアイコに入ると、まあ、入るもうないんですけど、入る場所は、そうチームって別にチーム間違ったなと思いましたけど、要するにそう入会する場所はないんですけども、うん、まあしかし関わりを持たせていただくと、本当にこう困った方は、うん、そのまあ病気の方もそうですし、病気じゃない方でも、うん、そういうこう日々の不安とか、うん、今までいただいた子供さんとの関係とか、うん、ね、その会社でのトラブルとか、うん、いろんなもう些細なこととか、うん、なんか不満とか、うん、でもね、その些細なことが意外にいいヒントだったり、うん、みんなを逆にその質問を聞きたかったっていうか、聞いてくれてありがとうみたいな、なりますよね。あるあるっていう感じですよね。だから実は一人じゃないんですよね、うん。同じこと思ってる人が何万人もいるから、うん、話した方が早いです。うん、ね、楽になると。そういうものをね、そう、楽になりますよね。楽になると思います。そう、なので、ぜひそういうの、ま、どしどし、すごいよね、どしどし。
はい、あのお届け器が大きい、ね、あのいただければその声を、まあ、ここであの料理します美味しく、はい、で美味しいものに変わります。あの絶対ね不安な種はあの不安が増えるってことはないと思います。何か解決策があるはずなので、まあ、それはプロがですねこれまで百戦錬磨のプロがあの、まあ、何か糸口があったりハードルが上がりましたけど、はい、いろんなこう切り口もあるのを、まあ、あの前向きにですね暗くとか真面目にとかあの、まあ、真面目にっていうのがこうクソ真面目にっていう意味じゃなくてあの、まあ、明るく楽しくみんなの気持ちが楽になるような切り口でいろいろ考えていただけるので、まあ、お気軽にですね、うん、そういう質問とか、はい、あの悩みとか、ねまあ、子供のことでも何でもいいと思います。今のね新しくまたこう、まあ、コロナとウィズコロナっていう、うんね、でもおかげさまでやっぱりあのこのチアーズスタイルで、はいまあ、こんな感じでやらせていただいている中で、うんまあ、人となりを見ていただいて、うんまあ、事務所に直接ご相談やご依頼にお見えになっていただいてまして、うん、そちらもありがとうございます。 生のミスミ先生に会って会いたいっていうねこれはねあのちょっと画面越しではありますけども、はあ、まあでもやっぱりこういう動画でお伝えすることで、はいあね、あの伝わるところも、ね、本当に機会いただいてますあると思いますのでぜひぜひ頼ってください。はい、まあ、SDGs っていう、まあ、大層なテーマで、まあ、しかし身近でしたね、テーマは、うん、お届けしましたがあの、まあ、私たちができることを、まあ、日々あの目の前のことをですねするとで、まあ、それは一つは自分が機嫌よくいるっていうこと健康でいるってことと近くの人をやっぱりちゃんとこう朗らかにあの明るく笑顔での相手をしていくとブスッとする不機嫌な連鎖が続くのはどっかで断ち切った方がいいと思うんですね。その通りですね。じゃないとみんながね苦しくなるので、はい、映るんですよ。映りますよね。悪い方がやっぱりね重いのでやっぱ映るから、私も本当にそれはいろんな人に助けてもらってます。いろいろこう機嫌が悪い時ももちろんあるので、まあ、私も助けられてる時に10月はそうです、ね。ギリギリ月末までに、ね、本当本当。本当に今月はね、お祝いのね、本当、お祝いの月でしたけど、ね。はい、ありがとうございます。はい。まあ、また、あの、新生、こう、ブラッシュアップした。はい、頑張ります。はい、泉先生の活躍が見られると思いますので、はい。まあ、お気軽にまた、あの、お問い合わせいただければと思います。はい。はい、お昼の時間ですね、お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。ハブはナイスデー。三住珠代先生でした。ありがとうございました。ありがとうございます。